平成21年9月27日、あの歴史的な政権交代から1ヶ月後のことじゃった。今政治になってないでくれ、私はその手が好きです。今から1年3ヶ月前のあの夜、江戸は代々木第一体育館で、後に坂本龍馬としてわしと相まみえるあの男が撃とうちょった。福山雅治、やつは自身最大規模となる音楽興行の旅道しるべを成功させると、ついに福山龍馬として走り出したがじゃき。平成21年10月5日、休む間もの撮影が始まったがじゃ。エゲレス語で言うクランクインぜよ。けんどやつは並行して音楽の仕事にも手を出しちょったがじゃ。年末の平成21年12月16日にはシングル初恋を発売。ほんで大晦日にはあの紅白歌合戦に出場。やつはふるさと長崎に渡り、なんとあのグラバーの屋敷で歌いよったがじゃ。まったくグラバーもあの世で腰を抜かしちゅうぜ。龍馬が日本中に歌声を響かせたその3日後、平成22年1月3日、ついにわしと龍馬の長い長い大戦が始まったがじゃ。世に言うオンエアーぜよ。どうなったらそんな世の中になるかじゃ。俺がわからん。毎日毎日考えうけんの。コーンスターチまみれの撮影が来る日も来る日も明け方まで続いたがぜよ。みんな疲れきっちょった。けんどやつはその合間を縫うていろんなカンパニーの宣伝活動もしよったがじゃ。エゲレス語で言うコマーシャルぜよ。北国では93%のドライバーが氷の道の運転に不安を感じている。やっぱり怖いよね。氷の道にギュッと効くダンロップスタッドレス。日本の冬に負けるな。ダンロップ。ルッコラを乗せるとピザはサラダのプレートになった。カロリー1/2キューピーハーフ。しかも龍馬は大衆を引きつける流行歌までこさえちょったがじゃき。大人の渇きはドライで止めろ。辛口アサヒスーパードライ。客寮が命の花、この街の中でどんな色をした。超改造技術がその色の輝きを変える。レグゼ東芝。寝る間も惜しんであっちこっち動き回って、龍馬は着実に日本の顔になっていったがじゃ。けんどやつはそれだけでは足りんと思うちょった。ほんで平成22年1月24日このヘラクレスヌードを皮切りに、やつは自慢の裸をどんどん見せ始めたがじゃ。一人で稽古をしておりました。
裸、裸、また裸。エゲレス語で言うサービス税よ。ほんで奴は自分の虜になった日本中の女らを相手に新たな会員制サービスを始めよったがじゃき。月額315円。月額315円。おまんらみんな龍馬に騙されちゅうだけじゃよ。けんど奴は人々への感謝も忘れんかった。東京タワーの333メートルを超えたスカイツリーに人がどっと押し寄せよった平成22年4月28日、やつは赤字覚悟で2枚の円盤を作ったがじゃき、エゲレス語で言うデーブイデーゼよ。1年前歌手として凱旋した長崎、そのふるさとに奴が俳優として錦を飾ったがは、平成22年5月27日小惑星探査機はやぶさが帰還するチックと前のことじゃった。とにかくあの食べ物大変おいしいです。もちろん歴史も、歴史好きな方にはたまらない、深い歴史がある町ですので、そこを本当に楽しんで行っていただけたらなと思います。ふるさとで英気を養うたやつはその夏ますます精力的に動いたがじゃ。ワールドカップ日本代表チームが凱旋帰国した平成22年7月1日には龍馬の手紙を全部載せた写真集を発売。ほんでその写真展を龍馬の足跡をたどるように日本中を旅しながら開催したがじゃ。しかも入場無料ら、わしにはさっぱりわからんぜよ。ただあっちこっち動き回るやつの姿がわしにはだんだん生き返った龍馬にも見えてきたがじゃ。驚いたがは記録的な猛暑が続いちょった平成22年8月11日、やつが新しい円盤蛍少年を発売した時のこと。今君だけを聞いた瞬間、竹地さんと富さんのことを思い出して、わしは泣かずにはおれんかったぜよ。ほんで少年いう歌は土佐におった頃の龍馬そのものじゃった。間違いとか後悔とか何度も繰り返すけど、あとどれくらい泣いたのなら強くなれる。わしはもう弥太郎、世の中の新しい仕組みを作ろうとしようがじゃ。探してしもうたらその時はもう。嘘じゃ。わしは確信したがじゃ、やつには坂本龍馬の魂が乗り移っちゅうと。そんなやつのことを世の中は放っちょかんかった。羽田空港が国際線の運航を開始した平成22年10月1日には観光庁が表彰状、同じく翌8日には土佐藩から感謝状。ありがとうございます。どいつもこいつも龍馬龍馬と、どういて龍馬ばっかり長じゃ。勢いづいたやつはついに世界の海に打って出たがじゃき。台湾、韓国、タイ、香港、それは他でもない生前の龍馬が果たせんかった夢でもあったがぜよ。時代が違っても国が違っても人はどう生きるべきかっていうのは常に一人一人のテーマになっているんだと思います。やつは福山いう男の体を借り、150年の時を経てその夢を果たしたがじゃ。けんど
奴がこの年一番喜んだがはこれじゃった。それはまさに青天の霹靂、エゲレス語で言うサプライズじゃった。すごい人気だね。今日は君のために歌うよ。まさき、あれ、ここどこ？私の家です。だから奴は嬉しさのあまり、今宵のために自分の声でセリフを入れ直したがぜよ。どこまで自分が可愛いかじゃ。今日は君のために歌うよ。まさき、あれ、ここどこ？どうしちゃったの？だから触っちゃダメなの。はい、静香ちゃんでいいかな。ありがとうございます。剣道、奴の命もあとわずかじゃった。時は龍馬伝のオンエアが残り2回となった平成22年11月17日。やつは20年の音楽人生の集大成ともいえる4枚組の円盤を発表したがじゃ。世に言うベストアルバム、ザ・ベスト・バングぜよ。ベスト・バン、ベスト・バン、福山雅治ベストアルバム、ベストザ・ベストバン、ベストバン。それが福山龍馬最後の仕事じゃった。わしは命を切れたのかい。平成22年11月28日、奴の体に宿っちょった坂本龍馬の魂は天に昇ったがじゃ。龍馬の魂を宿しながら駆け抜けた一年、その大仕事はこの福山という男にえらい王家の門をもたらしたがじゃき。やつはわしに言い寄った。この大仕事をやり遂げることができたがは見届けてくれたみんなのおかげやと、待っちょってくれたみんなのおかげやと。お前ら1年半ぶりにライブという大舞台に舞い戻ったやつの姿をしっかとその目で確かめるがぜよ。